やみんな、こんにちは。どうも、くみひろです。さあ、ついに回せる。あなたにやっと回せるぜ。この時は来た。白猫テニス、ガチャ、チケットで10連の回。このゲームですね、なんと、チケットをもらえるシステムがあるんだけど、これがね、結構、なんつうの？まあ、頑張ってればいくらでも貯めれる。で、白金のテニスプレイヤー全然たまんない。クライブだ。これはみんな共通してることなんだけども、ログインボーナスで今ね1日5個もらえるんだけど、25個貯めるのに相当時間かかります。で、普通の白猫プロジェクトだとバンバン回せるんだけど全然たまらんね、ということで、今回はねこの下の方のチケットの方をやります。俺だ、欲しいキャラクターですね、今あげるとですね、女性キャラ星4、3問わず女性キャラでお願いしたいです。その理由はですね、実力の差を見せてやろうか。まあ前回の動画でも言ってる通り、このゲームパンチラと父寄れがマジでいいゲーム、なんつうの、それだけで俺は神ゲーと言ってしまうぐらい弱いんですけども、フィフィちゃんとかね、強いんだけど若干ね見えないんだよね。そのちゃんと黒いの履いてるからさ、あと露出しすぎてパンチラがレアじゃない。一番いいのはフランの白いパンツがね本当に欲しい。もうなんかガチャの目的は違うよね。ということで行きましょうか。かすみよ、音聞きたいな、ね、まあいいか、実況を撮ってから音聞こうかな。どういう音でなってんだろう。行くぞ、初めてで回すの。10連頼むぞ、マジ頼むぞ、頼む、星を1手出てくれ。でもフラン、お願いします。完勝でござる。ガチでお願いします。さあ来い。おお、読み込んでるね。10キャラ分読み込んだんじゃないこれで。さあ、お、なになになに、こんな感じ。あ、でもこれ最初にやったね。おおー、なんか文字ついてない。おおっと、金が3人、これは熱いぞ。へい、全員男臭いけどこれ。待って、銀しかいなくね。あ、よかったよかった、全員男っぽいぞ。これ風貌関係ないよな。おおっと、なかなか可愛い人出てきた。盛り上げていくよ。できるこれ、金もしかして。嘘、やばいやばいやばい。出たー。このモブキャラ集が半端ねえやつ。展開します。さあ3体目は、おかわ、お、絶対いいパンツ持ってる、これ。絶対いいぞ、これ。かわいい。さあ、なんかブロッコリーちゃんみたいな。おお、見えない。あ、今見えないようになってたよな。あれだね。そして星2のキャラもしかしてパンツ見えない。やばくない？やべえ。まずいぞ。精一杯。頼む、できれば女キャラでお願いします。おお、違う、違う。いや、獣耳も女がよかった。なんか桃の毛姫みたいなマークついてた。顎ひげも金かよ。熱くなってきたぜ。顎ひげは黒でよくね。まあ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 いいでしょう。あー、星2だね、まだ。あと2台残ってるから。練習通りにやるだけだ。指怪我しすぎだろ。さあ来た。星3っぽいな、まずい。お、今黒いパンツ入ってた。うん、紐パンなら、まあまあまあいいでしょう。そして星2、同じキャラね。はいはいはい。まあいいでしょう。さあ来い、じいじちゃん。じいちゃんかよ、最後。マジかよ。まあまあ、初めての星さんがね、出たんで、まあいいでしょう。まあまあ、これ、運がいいかどうかわかりませんけども。あ、でもまあ、星さんみんな、パンツ見えないでしょ？おへそにね、ピアスしてるから、ちょっとやんちゃっぽいな。で、直政さん。なんか二つながあれだね。これ、必殺技か。低級の心得。この人は何？刀持ってんの？もう刀使えよ。刀でよくね。あ、これ定型の心得ってない、二つなのかな、やっぱり。スーパーショットがベノムペイン。これ毒にする感じか。テクニックタイプ。まあ、テクニックタイプ初めてなんでちょっと嬉しいな。こっちはストロークタイプか。裏路地の姉子。二つなんだね、これ。で、ジェシカさん。吹き抜ける自由な風。スピードタイプ。あ、待って。でも、一番使いたかったキャラがスピードタイプ。俺今ね、スタミナタイプが欲しいんですよ。スタミナタイプの星4が欲しかったの。で、スピードタイプもいいんだけど、マールちゃんがいるんですよね。あ、でもクレイコートか。クレイコートならまだ、許せる。クレイコートとハードコートのキャラ全然いないんで。てか、今ここ全員クレイとハードじゃん。この C と H って書いてあるじゃん。これがね、G がグラスで、で、まあ、それ分かれてんだけど。あ、そうか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 。かすみよ、よろしくね。もう一回10枚貯めて回したいんだけども、ちょっとこのゲームね、ギアもかなり重要なんで、もう個人的にそう思ってるんですよ。ギアもかなり重要なんで、ちょっと回したいと思います。で、これね、嬉しいことにね、1個で2回なんですよ。
だから10連やると20回プラス2になるの。すごいよね。お得だよね。で、まあ、要はラケットとシューズのセットっていう感じなんだろうけど、それがちゃんとセットで出るのかどうかっていう問題。こっちの星音来たらもういいですよ。満足ですよ。頼むよ、本当に。おこあちょっと。星2かまあ、ないよりいいんだよね。進化すると強いから。もう一回だけやらして。キャラガチャ回せようって思ってるかもしれないけど、俺ね、ちょっとこっちの道具好きなんで。頼む、来い来た星3と星、あ、そういう流れ。シューズばっかりだな。まあ、星3出たからね、これはいいね。お、しかもスピードがっつり上がるじゃん。あ、てかシューズはスピードとスタミナが上がるのか。おー、いいよ。うん。ちょっとデザインがダサいけどね。ヒョウ柄か、パンサーモデルって書いてある。まあ、渋いけども。うん。まあいいでしょう。うん。よし、ちょっと、キャラの方見てみようかね。たくさん増えたんかな、これでな。ほんと？キャラ変更。あー、こんな感じか。今ね、とりあえず、マールちゃん。今、39回かな ?39 回なんだけど、マールちゃんと、79。クンヒロ57。で、アイリス、74レベル。で、ここまで来ました。で、ギアが、なかなか強化してあって、これね、最初にね、もらえるやつ、これがあるんだけど、これね、強化できないんですよ。だから22止まりなんだよね、ストロークが。だからね、使ってません。で、これ強化して、で、進化して、強化フルマックスにしたら、49と33。これはガチャで出たやつかな、確か星2の。で、初期からあるやつはこれ。これも強化して、18、22になるんで、まあ、こっちよりは強いなと。で、こっちもアイリスが持ってるやつで、同じような性能ですね。うん、これも進化はできませんけども。まあ、強化したらそこそこ使える感じになりました。で、あとは、そうだね。あ、くつ。これも星2が出たやつ。だから星2も強化して進化すれば、なかなかね、性能はいいんですよね。まあ、ギアスキルとかないんだけど。うん。で、これは？と、最初から17、26。ほう。ちょっと強化してみようか。強化したい場合は、こうか。いくらかかる？ 4 万か。52と33、なかなか良くない？なかなか強いな。やっぱバカにできないね、星3も。で、あー、足りないか。お、赤か。いいじゃん。黄色より全然いい。おー、ネイキッド。ほう。うん、ラケットも強化したいな。進化は？お、ヘルファイア。へー。これもうギア、ジュエル足りませんな。まずいですね。んー、じゃあ、あとはキャラ強化して、また星3で固めて、で、コート別にまあ、いろいろ固めて、で、50、目指せ50層かな。うん。70層かな。今ね、うちのチームで一番強い方が70層ぐらい行ってるんですよ。あ、いるね、レリさん。レリさんが80回まで行ってますね。いやー、追いつきたい。どうやって、こんな、もう、これ要は3連勝ぐらいしてるよね、おそらく。すごい。見てみたい、そのプレイを。ぜひね、あ、フレンド対戦すればいいのか、レリーさんと。お、それもありだね。いつか生放送とかでみんなで対戦したいなと思うんだけどね。うん。まあ、時間があったら。はい、ということで今日はガチャ回でした。うん。まあ、適当なガチャですね。100連とかそういう目玉ではないですけども。うちのリスナーさんが楽しめれば、楽しんでいただけてたら幸いです。まあ、あんまりレア出なかったのはちょっと面白みがなかったかなと思いますけども。あと、俺のリアクションが薄かったね。レア出てないから。まあいいでしょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。また、回想が上がったら報告します。バイバイ。